パウロス一世は、ギリシャ王国の国王。コンスタンティノス一世と、ドイツ皇帝フリードリヒ三世の娘、ゾフィエの三男として、アテネで生まれ、海軍士官としての教育を受けた。1917年から1920年までは、不王と、1923年から1935年までは、兄ゲオルギオス二世と共に亡命生活を送っている。ギリシャが、 ドイツの占領下にあった第二次世界大戦時には、ロンドン並びに、カイロの亡命政権に身を寄せ、カイロからギリシャ国民へメッセージを送り続けた。1946年に帰国する。ギリシャ内戦の最中だった1947年4月1日、小金谷にゲオルギオス2世が、心臓発作で急死したことに伴い、王帝のパウロスは王位を継承した。重帝で、 元ギリシャ王子のフィリップ・マウント・バッテンとイギリス国王ジョージ六世紀の第一王女エリザベスとの婚約が正式発表されたのはそのすぐ後のことだったが同年11月20日にロンドンで行われた結婚式にはチョーチフスをわずらって出席できなかった王政派に加えて共和主義者の支持も得て1949年までに その力をほぼ失っていたギリシャ民主軍との戦闘は事実上集結させることに成功し特に被害の大きかったギリシャ北部の立て直しを始めることとなった。1950年代になるとギリシャ経済は回復を果たし外交と貿易も活発になったがパウロスは自身の外遊によってこれを側面から支えた。長年の敵大国だったトルコへ ギリシャの国家元首としては初の訪問を果たしたのもこのパウロスだった。しかし内政では問題も多かった。1955年に自身の肝入りで首相に任命したカラマンリスを1963年にはフリデリキ王妃との確執を理由に突如解任。以後ギリシャ政局は混乱を増し、これに伴って社会不安が増大。これが 後の王政廃止の伏線となった。1964年3月6日以岸で、崩御、62歳ぼうつ。1938年1月9日に、元ハノーファー国王ゲオルク5世の孫の、ブラウンシュバイク公、エルンスト・アウグストの娘で、ドイツ皇帝ビルヘルム2世の孫娘にあたる、フリーデリケと結婚し、一男二女を設けた。ありがとうございます。